遥かなる時の中で夢の浮き橋。準備はできたか。はい、準備できました。こんにちは、続きやっていきましょう。さあ、急展開といえば急展開で、最後の前回の最後のところで、そのなんとから通信が入りましてね、この4つの門それぞれをそれぞれに対応した八王で戦わなければいけないという話でしたが、ただそれを聞いた、それで外に出なさいって言ったナントに対してユイコが、はい助けに行きますねって答えたんですけど、北斗宮に行けってことですか、これむしろここ。ユイコは助けに行きますねって言ったんだよね。ナントさんはもう外に出なさいって言ったんですよね。これひょっとしてルート分岐になるのかなっていう、ちょっと気がしなくもない。北斗宮試しに行ってみますか。試しに行きましょう。ああダメか、全然開きそうよね。じゃあここはおとなしく東から回ってみることにします。さあお手をどうぞ。さてさて行きましょう。あれ、青龍の門突破したことになってんの。突破したことになってるの。ということはですよ、次に行くべきはこれってことですよね。いやー、夢の小箱、ここ3つ目だよ、いよいよ。これ見ますか。じゃあ見ない手はないですね。行きましょう、まっすぐ。そこでいいんだな。よいしょ。ああ、まっすぐ行けましたね。じゃあいよいよ初の3つ目の小箱ということになりますか。開けてみましょう。迷いを断ち切る。あれ、ここはまた誰かの夢の中に来ちゃったのかな。なんだ、こんなところにいたのか。あ、クロさん、まったく、昼間から寝転がって誰かと思えば。寝転がってたのか。何をぼーっとしているんだお前は。だがよかった、探していたんだ。探していた。大倉御所へ行く、うん、お前も来るだろ。え、どうした。兄上がお前もぜひにと言ってくださってるんだ、うん、俺の言い名付けと話をしたいと。はあ、ぜひっていいのかな。九郎。あれ、先生。先生、どうなさったのですか。迷いがあるか、九郎。ならばここで断ち切らねばならぬ。迷いですか。何の迷いでしょうね。断ち切るのはお前自身だ。ついてきなさい。黒、剣を抜け。先生、まあ、基本的に皆さん剣で語り合いますからね。剣を打ち合えばお心がわかるということでしょうか。わかりました、お願いします先生。いやでもやっぱ真剣での稽古は怖いですよね。巫女も打ち込んできなさい。三つどもえですか。はい、これは大変なことになった。あ、剣がある。でも二人いっぺんに相手するなんて先生だって。構わない、来なさい。は
い。えらいことだ。はっ。これはすごいですね。二人とも綺麗な立ち筋だ。ゆえ子は立ち筋がわかる。心を鎮め、迷いを断ち、真実を見つめるのだ。恐れなくともいい。お前はこれほどに強くなった。そしてお前の心も。ならばもう迷うことはないはず。先生、俺は真実が見えたか。ならば己の行く道がわかるはずだ。お前の心の指し示す方へ。それがお前の進む道だ。あ、先生、これは夢なのか。今までのことは全て俺の迷いの現れだったんだな。俺はまだまだ未熟者だ。先生の教えを受けなければどうなっていたか。どう答えよう。夢だって気づいたじゃないですか。もうしっかりしてください。夢の中も楽しかったですけど、どっちも この2つですよね。叱咤激励するのもいいとは思うんですけど、まあ、正解はこれでしょうね。でも夢迷いってっていうことは、つまり黒さんにとっての願望が夢に出た。要するにお兄さん頼朝と仲良くしてゆえ子のことも認めてもらってっていうのが黒さんの願望で、でもそれが一つの迷いになってたのかな。でこれが夢であるっていうことをリズバン先生は気づかせて、その上で真実をって感じですかね。じゃあ夢だって気づいたんです。ちゃんと夢だって気づいたじゃないですか。そう、自分の太刀で迷い断ち切った。そうでしょ。そう、これまではこれまでかもしれないですけど、うん、今気づいたんだったらこれから進めばいいぞって。お前がそう言ってくれるなら俺も少しは救われる。そう、今までの愚かさを嘆くのはね、良くないことですからね。それを踏まえてこれから頑張っていけばいいんです。お前を心配させたままでは立つ瀬がないからな。これではとてもお前のことを許嫁だと言えたものではないな。許嫁ってどこまで本気なんですか。本気も何もこれは夢だろう。黒さんなかなかうまいこと。いや、だがそういう夢を見るということは、俺は、うん、もしかしたらお前と何。まだ黒さん自身は冗談のつもりで言ってたんですか。どうしたんですか。いや、なんでもない。気にするな。二人とね、ちょっと進展の歩みがやっぱね、性格出てますね。遅いですね。それがいいところなのでしょうけど。もう大丈夫だ。夢ならば覚めなければな。そう、夢は覚める。いつか覚める。覚めてどうする。覚めた後どうする。行くぞ。これ自分への問いかけです、ね、俺たちの世界へ戻るために。はい、戻る。はい、上限上がりました。さあ、こんな感じですね。今まで夢で曖昧だったのが第三段階になるとはっきり、うん、これは夢であって、それを踏まえた上で現実戻って頑張るっていう、そういう展開になっていくんでしょうか。さあ、今日欲張りセット、もう夢の小箱出てるからどんどん開けましょう。そこか、いいぜ。よいしょ。あ、また祠が。さあ、誰の。あ、でも、まあ、今、なんとなしに小箱いっちゃいましたけど、第3の小箱までは、制限なく開けられるんですね。
けてみよう。このままってわけにはいかないだろう。第三の小箱は方向と八葉の属性が、属性というか指針のあれが対応するのかな、ね、黒さんとここは渡りどうか。あ、なんだ、結局ここに戻ってきちまったのか。ここに来たら嫌でも思い出すしかないだろう。そうですね、あの日のこと。どうした、ゆめこ。そうそうそう、あなたが私の巫女って来たんだよね。私と正臣君とゆずる君が白龍に呼ばれて、それからずっと離れ離れになって過ごしてて、ようやく会えた時にはお互い面倒な立場になっちまってたな。ああ本当ですよね、2年の時を隔てましたからね。今見ているのは夢なんだね。あっちの世界に行ったのはクリスマス前だったもの。一緒のクリスマスは本当は過ごせなかった。そうでしたね。ま、そうだな。マサオミ君、その服、あいつの間に早着がえってやつですね。で、私もだ、いつの間に。あれ、ああ、これか。クリスマスもやったし、プレゼントも渡した。やはり気の引かれるもの同士っていうのはクリスマスが大切なんですかね。ちょっと私にはまだわからないです、幼いから。いい加減夢の種も尽きたから、そのせいじゃねえか。バグが発生した。確かにもう十分だよな、昔の気分に浸るのも。ああ、これ難しいよ。ああ、でもこれはもうこっちか。これはね、ズルズル湯気子はちょっと良くないからね。楽しい夢だったけど、でも覚めなくちゃいけないね。でもこれ今ので間違えた選択肢を押したらどういうパリになるのかもちょっと気になるっちゃ気になります。だな。にしてもクリスマスに食ったチキンやらケーキリアルすぎ。ほら、美味しかったんだ夢のケーキ。お前の好物ばっかだろ、夢に見るほど食いたかったんだな。違うよ、あれはそのいいんじゃねえの、俺も久しぶりに楽しんだ。いいな、夢ですら楽しめてないんですけど私ごちそう食べなかったクリスマスの夢で。だけど潮時だろ、戻れなくなる前に戻った方が良さそうだ。そうだね、マソミ君の言うことは正しいって分かってる。だけど楽しかった分別れるのは辛いよ。お前な、その顔やめろよ。え、この世の終わりみたいな顔してるぜ、大げさだって。関係ないですけど、あれですね、やっぱはるかも他のネオロマゲームもそうですけど、基本的に乙女ゲームの中ではあんまりもう男女がベタベタするようなイベントが少ないっていうのが私は好きですね。でちょっとした時にね触れ合うみたいなのがすごい貴重に感じるみたいな、お互いね、あ、そういう意味での距離感がありますよね乙女ゲームにしては。本当にそんな顔するほど大したことじゃないさ。こんなとこに二人閉じこもってたって結局何にも変わらねえ。夢であってもお前と過ごせなかった時間が埋まるわけじゃないんだ。うん、ま、夢だって気づいてラッキーだったじゃねえか。俺もお前も面倒事の最中にいたんだ、うん、ほっぽり出したままホケホケ眠ってるわけにはいかないだろう。マサオミ君、第2弾楽しみだった、ありがとうございます、さようならみたいですねこれ。違うね、夢から覚めてもまた会えるよね、こっちですよね、うん、セリフ的に。
夢から覚めてもまた会えるよね。多分な。生きてさえいりゃ会えるだろう。よし。うん、そうだよね。行こうぜ。お互いすでに選んだ道がある。それを進むしかねえだろう。うん、うん、ちゃんと現実で頑張らなくちゃね。向こうで私にできることをするよ。それで全部終わったら。あ、そうだな。きっとまた会おうね、マサオニ君。あ、戻ってきたんだ。さあ、行くぞ。うん、行こう。今は一緒に。わかりました。うん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 。気づいたか。女帝陛下、いかがなさいました。異界の巫女とその眷属が我の意図に気づいた。意図でございますか。彼らに夢を見せたのだ。夢は彼らが望むもの、または恐れるものを映し出す。なるほど。先ほどから立ち騒ぐ気配を感じておりましたが、正体はあの者たちの心の揺れでございましたか。人の心は揺れ動く。我らはそれを一押しすればよい。元の世界に戻る意志を自ら手放すようにな。陛下のご辛抱に感服いたしましてございます。ですが、夢に陛下のお力が働いていたことに気づかれてしまった今、さよ、その夢もすでに無意味なものと化した。では夢を消し去ってしまわれますか。うん、自らの心の奥底を覗き込んだことは覚えておいてもらう。だがそれが我の差し金だったことは彼らの脳裏から拭い去る。彼らもいつか我に感謝する時が来るであろうよ。ぎょい。竜神の巫女とその眷属の記憶を奪い去る。ちょっと待って。え、しばし忘れるがよい。どうなってしまうの。ちょっと待って。あれ今すごく重要なことに気づいた気がしたんだけど、気のせいだったのかな。ああ、なるほど。夢は覚えてるけど、この夢がなぜ見ている状態なのかっていうのを忘れたってことですか。ああ、そうですか。でも、あれですね、私だったら、みんな偉いですね、八王とか、ゆで子は。夢、これが夢だと気づいて、その上で、現実に帰って頑張ろうって思うんですから、私だったら仮にこの夢が何かの策略だと気づいたとしても、まあいいか、もう死んでもいい、そのまま現実の肉体死んでもいいからずっといい夢見てよって思っちゃいますけど。この辺り一帯は夕暮れなんだな。この世界に来てからどれほどの時が経ったんだろうか。そうですね、なんだか随分時間が経った気がします。早く帰って白龍を安心させてあげないと。あ、きっとお前を心配して泣いているぞ。ちょっとそれを思うとね、かわいそうなような、かわいいような。え、泣いて？あながち否定できないかも。まあ、どっちの白龍が泣いてるんでしょうね。どっちの状態の白龍がって感じですけど。帰ったら白龍の好きな蜂蜜プリンを作ってあげなきゃ。あ、以前ゆずるが作ったあれか。お前も作れるとは知らなかったぞ。あ、私だけじゃ作れないから、ゆずるくんに作り方を教えてもらうつもりです。ゆずるがすべて作っている光景が目に浮かぶぞ。それもあながち否定できない。そもそもお前は料理をするのか。料理をするのかって。普段はあんまり料理は好きなんですけど、失礼ですよ、私は。あ、どれでもいいな。これいいな。多分これパリン要素ないはずだから、ハズレを選んだとしても多分絆が下がるだけだと思うんですよ。で、この話の流れだとゆえ子ちょっとバカにされつつあるから、これでしょ、流れ的には。私はたとえ失敗でもこれぐらい。失礼ですよ、私だってちょっとぐらい料理をするとしようとする気持ちはあ
励ます。そうか、まずは心ことに当たろうとする心構えが大切だからな。あ、よかった。私の場合技術が足りてないけど、そういうことなら夢から覚めたら料理をしてみてはどうだ。佐久殿に台所を使わせてもらえばいいだろう。じゃあ私が作ったらクロさん食べてくれますか。おお、かっこいい。物おじしない、尻込みしない。あ、もちろんだ。お前の手料理期待している。わかりました、頑張ります。どうか残さず食べてくださいねというね、まあ多分後のお腹壊しフラグなんでしょうけど、 いいイベントが見れました。お手をどうぞ。よいしょ。そうかい、こういう寄り道で何か起きることもあるんだ、絆が上がると。どうしようかな。東西南北どっから行ってもいいですけど、北に行きますか。とりあえずちょっと寒いとこからしますよ。うん、すごい遠回りになるか。まあしょうがない。おっとねえ、マソミ君、マソミ君も星の一族なんだよね。まあ俺がっていうか、うちのばあさんがだけどな。だったら何かそれらしい力はないの。ねえよ、そんなそんなこと言わないで、よく考えてよ。本当にないの。嵐山にいた星の一族の人が言ってたよ。星の一族には現在の気を見る力と未来を感じる力があるって。あのな、俺がそんな力使ったとこを見たことあるか。ないけど。突然そんな力に目覚めるなんて話がうますぎるだろ。ちょっとは期待したのにな。修行するんですか。まあないものは仕方ないよね。私これ好きですね。使用すれば使える、もうとにかく前向きにね、使えるよって。でも修行すれば使えるようになるんじゃない。修行って何の修行すりゃいいんだよ。そう言われるとよくわかんないけど、いや風が強いな。ん、何マソミ君どうしたの。来るぜ。出ましたね。うわ、どりゃマソミ君よく音量に気づいたね。なんだお前気づかなかったのか。空気が変わったじゃないか。あ、マソミ君それだよ。うん、前から思ってたけど、マソミ君って本当勘がいいよね。そうか、こんなの誰でも気づくだろ。気づくのはマソミ君だけだってわ。すごい直感力で。まあお前は直感って言うなら直感ってことでいいぜ。確かに感覚みてえなものだしな。感覚？ああそうだ、今の状況はこうだって瞬間的にわかる。すごいな。この感覚のおかげでこれまで何度も命拾いしたぜ。今の状況がわかる。それって星の一族にあるっていう、そう、現在の気を見る力を持ってるってことじゃないかな。どうした？なんでもないよ。ただマソミ君勘がいいからこれまで無事だったんだと思って。勘が良くて本当に良かったね。一応言っとくが、さすがに全部勘任せじゃねえぜ。どうかな、ということでした。マソミ君にはやっぱり力があるというね、そういう話でした。かしこまりました。これいろんなとこ寄り道する必要があるな。ちょっと、あ、でもあれか、今のはクロウさんとマソミ君の絆が上がってるから、他の人の場合は第三の項目開けてからですかね。見られるとしたらまだ見られないかもしれない。ねえマソミ君、この辺で休憩していかない。別に構わねえが、なんでだ。長い間歩いてたらなんだかちょっと疲れちゃって。なんだお前、いつからそんなヤワになったんだ。最近は雑草並みにたくましくなったと思ってたんだがな。すごいね。雑草っていうのはあんまりだよ。かっこいい人、かっこいい二人来た。マソミ殿、お仕えしているミコ殿に何ということを言われら、怒りに来たんだ。シュババ。ミコ殿がお疲れのご様子だというのに、恩義を案じるどころか、己の分もわきまえず、笑い飛ばすなどと。八王にも風、すごい。八王の風上にも置けるとはこのこと。めっちゃ怒ってる。ステレオで説教かよ。あ、これはいつものことっていうか、昔からこうなんです。
私たちずっと一緒に育ったから。ではお二人は父兄弟ということですか？違う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 、ちょっと違うが、まあそれに近いもんだ。ちょっと違うと思うんですけど、まあでもそうか、形としては同じか、ね、古代中世同じ建物の中で過ごしたっていう、同じ地域で過ごした、同じ建物でも過ごしてないか二人は。だがたとえそうだとしても、今は巫女と八王という立場、もう少ししかるべき態度というものがあるだろう。そうだな、そしてしかるべきものによ。かっこいいな、しかるべきものにって言われてもな、一体なんて言いや言ってんだ。そうだな、例えば私ならば、このよりさ一心を投げ打って巫女殿にお仕えする所存ですっていうの、疲れた時なんか二人同時に言ってそうですよね。片時も離れずおそばでお仕えいたします、私の忠誠をあなたに。おいおい、こいつにそんなこと言わなきゃいけないの、いけねえのかよ。マソリ君、試し、あ、試しに行ってみよう、これ乗ってみようか。マソミ君、この際試しに行ってみてよ。新しい自分に出会えるかもしれないよ。そう、自己啓発、そんな自分には出会いたくねえよ。ああ、下がっちゃった、さすがに下がるか。だがそうだな、一度ぐらいやってみるか。このマソミ、一心を投げ打って巫女殿にお仕えする所存です、片時も離れずおそばでお仕えいたします、私の忠誠をあなたに。照れてる。人にはやっぱり向き不向きがあるよ。今の言葉、マソミ君全然似合ってない。驚いてる。確かにこれは不向きどころの騒ぎではないな。気の毒なぐらいに似合っていない。今日の二人なかなか表現力が豊かですね。ステレオでダメ出しかよ。面白かったです。絆下がっちゃったけど面白かったですね。あー、ちょっと時間来ちゃったな。ちょっと ここ今日東屋で何か起きるかうろうろすることにしましょう。起きないな。やっぱりマスオミ君とクロウさんだけかな。さあ、お手をどうぞ。おい、おい、うん、起きないですね。じゃあちょっと行くだけ場所まで行きますか。根の門まだあんま歩き回ってないから、イベントが起きるかもしれない。うわーと、びっくりした。敵と接触したよね今。展開に来てから剣に触ってないな。そうか、東屋だけじゃなくて違うところも行かなきゃいけない。こんなんじゃ腕が鈍っちゃうよ。あれでもここは東屋じゃなかったっけ。ん、暇そうにしているな、ゆげ子。また、あ、やっぱクロさんとマソミ君だけか。あ、クロさん、俺はこれから剣の鍛錬に行こうと思っているところだ。お前も来るか。え、いいんですか。あ、剣がなくとも稽古はできるからな。稽古稽古稽古。お、さすがだな、クロウ。早速二人で出かける算段をつけたか。二人で稽古ってのは微妙だけどな。ま、でもま、その調子だ。頑張れよ、クロウ。なんなんだお前たち、微妙というのはどういうことだ。二人で鍛錬することに問題でもあるのか。稽古に興味があるならお前たちも一緒に来ればいいだろう。天然か。いや、ここに来てなんかみんなが心を開く話をし始めましたね、明けっぴろげに。俺たちは遠慮させてもらう。いいから二人で行ってこい。そうか、手合わせをするならばいい機会だと思うが。やっぱ分かってねえな。ああ、分かってないな。さっきから何だと言うんだ。だから二人きりでどこかへ行ってこいと言ってるんだ。いいか、クロ、よく聞けよ。一回ガツンと言わないと分からない女ってのはいるもんなんだぜ。なんだその実家のこもり方。ああ、もういいからさっさと二人でどこか行ってこいって。もやもやしてるとゆげ子に逃げられるぞ。そうですよ。な、剣出した。あ、危ない危ない、たるんでいるぞ。その少年叩き直してくれる。おい、クロ、お前たちは修行が足りないんだ。まずいな、少しからかいすぎたか。ちょっと待て、俺の武器は弓なんだぞ。お前の剣をまともに食らったら問答無用。げ、やばいぞ、勝つだね。奴は本気だ。よし、ここは二手に分かれるぞ。卑怯だぞ。待て、天馬、勝つだね。
ちゃった。すごいな、地の精霊は3人とももうすっかり仲良しみたい。すごいですね、あの物語の本編の方がどんどんシリアスになっていく一方、このサブイベントがむしろこのお笑い要素というかね、なんかアニメの最後のオチのような要素を込めて、このバランスが非常に素晴らしいと思います。行きましょう。じゃあ時間が来ちゃったのでここまで来て終わりにしましょう。じゃあこれ今日はここまでにして、これからこの北に行って、このね北の小箱を開けていきたいと思います。でできるだけね、他のところもこういうポイントもできるだけ見ていった方がいいですね。何が起きるか分かんないですから。では、ここまでご視聴ありがとうございました。本日はここまでとしたいと思います。また次回よろしくお願いいたします。失礼します。